ツバタはドラゴン使いの中で一番弱い？について語るネット民の反応を紹介します。カキツバタって歴代ドラゴン使いの中なら何番目くらいの強さなん？下の方だろうけど具体的にどのあたりなのか。ジムリやれるかやれないかくらい？適当。真面目に最弱というか、歴代のドラゴン使いが大抵上位のトレーナーだから。チャンピオン四天王ジムリーダー以外にそもそも出てきたっけ？ドラゴン使いのモブトレとか、あとヒガナ、スターの龍騎。あいつ影薄いけど四天王に勝ってるからかなりの実力者なんだよな。影薄いけど。そもそもドラゴン使いが基本終盤の強キャラとして出てくるからな。そもそもドラゴン使いの平均値が高すぎてジムリーダーですら下半分に入るやついるだろ。これギリギリ息吹と勝負になるかくらい。それだってポジション的にはシャガと同格だし厳しそう。バタルポケモンリーグ本部チャンピオン元四天王4人目、息吹城都地方8番目のジムリーダー、源氏本園リーグ四天王4人目、シャガ一種地方8番目のジムリーダー、アイリス一種リーグチャンピオン、ドラセナカロスリーグ四天王、ヒガナ流星の民伝承者、ユウキスターキバナガラル地方8番目のジムリーダー、ハッサクカルデアリーグ四天王。こんな感じで上積みしかいないよ。ユウキスターで笑う。スターで笑うけど多分こいつ上から数えた方がいいくらいの強者なんだろうな。仮にも四天王超えしてるんだし。何よりほとんどの地方でネームドのドラゴン使いがいる事実に驚く。クフンポケが3匹ともドラゴンなんだが、意外にも新王にドラゴン使いがいないんだよな。強いて言うなら白菜のエースがガブリアスなぐらい。本気になったジムリーダーには及ばないぐらいじゃない？ジム専用の手加減パーティーには勝てるかもしれんがさ。年齢とか踏まえると前任者の後を継いだ若手ジムリーダーぐらいの実力と考えるのが妥当そうかな。ヒガナってどれくらいの強さなんだろうな。青霧松草を倒してるけど、あの二人もチャンピオンとか四天王に比べてどのくらい強いのかあんまりピンとこない。一応隠しボスでなんかすごそうな肩書き持ってるから最上位には近そう。渡ると比べたらどうなのかわからん。名言はなかったと思うけど、8個目ってジムリーダーの中で最強っぽい設定はたまに見かけるし、キバナがチャンピオンの一応ライバルとか、デンジが四天王に殴り込みかけてやろうかとか、そこが最下位争いなのおかしいよ。こうやって見るとそもそも子供のドラゴン使いがほとんど出てないんだな。他のタイプより扱いが難しいんじゃなかったっけ？だからこそあの年でやれてるアイリスが特別とかなんとか。勇気ってつまり音楽家として目指し続けた世界戦の八作先生みたいな感じか？思い出リンク見るに、シャガ、アイリス、ダシナ。真面目に対抗馬がアイリスなの精神折られても無理ない。カキツバタどうこう以前にドラゴン使いに強キャラしかいない。カキツバタもまだ子供だしな。カキツバタも普通に強い方だしな、歴代と比べると。ってだけで、アイリスは外れ値の超天才だし、ドラゴン使いとしてみたら若手も若手だな。カキツバタジムリーダーの娘かつ相性不利の太郎に負けない当たり実力は悪くないと思うんだけど、基本なくをしたがるのが足を引っ張ってる感じかな。描写的に推定親族のシャガを超えてるとはちょっと思えないが、恐ろしいことにシャガを超えられないと最下位争いなんだ。ヒガナとかリュウキとかの1位のトレーナーが設定的には後半ジムリ未満であることを願うしかない。カキツバタの年齢からしたら天才も天才だし、まだまだ可能性の塊だと思うんだよな。問題はもっと若くてもっと可能性の塊なやつが身近にいたこと。だからこそ卒業してくれ。振る舞いに突っ込まれがちなヒガナや掘り下げがほぼない龍騎ですら実力はがちという。ヒガナは無駄に強いからこそあそこまで物語を引っかき回せたんだよね。いろんなとこでアイリスに心折られた考察聞くけど、自分より年下の才能あるやつに対してコンプなさそう。むしろ主人公にも友好的だし、すぐりのことも気に入ってたっぽいから、アイリスのことも揉めてはなさそうなイメージある。思うことは何一つないといえばそれはないやろとなるが、たびたび話題になるいずれあやめかカキツバタのことわざを参考にしてそうだから、
アイリス無関係はなさそうなんだよな。関係者全員英語名アイリス？知らん。ゲーム内で戦った時めっちゃ苦戦したから最弱。嘘やろってなるけど設定的に言ったら最下位争いだと思う。アイリスは年齢的にさらに伸びる可能性あるのかな。今のアイリスの年齢がいくつかはわからないけど、年齢が上がることで見識深めるのに立ち方に気軽に行ったりできたらもっと伸びそう。勝っても負けても楽しい。バトルは楽しむものっていう考え持ってるし、後輩可愛がってるしでジムリーダーになるのはありだと思うんだけど、本人がめんどくさがりそうなんだよな。本来は息吹でさえ破格の際なんだよな。何なんだよアイリスは。ジムリーダーの娘で学内でも5本指に入る強さで相性圧倒的不利の太郎に、1回も負けてないんだからガキツバタも上積みなんだけどな。少なくとも座学苦手とか頑張りたくないとかほざきよる今現在でさえトップにパルデアリーグ誘われる程度には実力はあるんだよな。ただいかんせんこのメンバーの中じゃ学生だから経験足りてないのと、本人が今が楽しけりゃそれでいいって自分の将来について考える気がない。他のメンツがガチすぎてカキツバタ情けないとかじゃなく、若い割にはよくやってるみたいな雰囲気になってるの、なんか笑う。さすがにこのメンツの中に放り込まれたら若造も若造だからな。アイリスは上積みどころか天井クラスだし、アイリスはプレイヤーレベルの才能マンが NPC だったらこうなりますの典型だと思う。多分もともとカキツバタも将来有望って感じだったんだろう。そこにアイリスとかいう一種の災害みたいな天才が現れて全部ぶっ飛んだ。カキツバタやけに過小評価されるけど、人材マニアのトップからお誘いあるくらいだからな。総流から出てくる前はわからんが、今は実は伊吹社がくらいの実力は別にあってもおかしくないよ。さすがに過大評価しすぎでしょ。でも、おもだかですら本気を出させることができない。すぐりに1回も勝てないんだから。もうすでに伊吹社がレベルならもっと社が筆頭に身内から言われて、そもそも留年してないだろう。マジモードのジムリには絶対勝てず、手加減してるジムリには勝てるレベルかと。留年の理由わからないからな。実力関連なのか一族での立場なのか、それ以外の理由なのか詳細は分かってないから何とも。何回も留年して自分はダメなやつなんですアピして、血筋面で後継者に手をしてる人を諦めさせようとしてる説はなるほどなと思った。ダメなやつのふりしてたら本当にダメになったパターンあるよね。本人曰く楽すんのが板についちまったらしいからな。ダメなやつなんだよね。もらったジュラルドンがすごいピンポイントガチ構成。なんなんだよお前。やっぱポケモンの中でもドラゴンタイプって特別みたいなイメージあるのかな。600族の多くがドラゴンだし、手なずけるのが難しいが強力なポケモンって共通認識はありそう。でも正直 NPC のバトルとしてはカキツバタにめちゃくちゃ苦戦したから、俺の中ではドラゴン使いの中でも強い印象あるんだ。ドラゴン使い勢が強すぎるから再開でもしゃあない。若いしまだまだ伸びしろしかないよ。本人のやる気次第なのがネック。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。